はい、おはようございます。ヒルトン沖縄ロゾコリゾートの朝食会場。トレーはないのね。いや、だってなんかみんなお皿で待ってる。ちょっと俺見て、キッズコーナーちなみにキッズコーナー、ほら、え、ここキッズコーナーって書いてある。まあいいじゃないよ、大人も。ちょっと回りましょうかね。ハラチュー難しいですね。沖縄そばもあるんで、ミルクがありますね。バター、バターローサバター、売れてないやつ、パイナップル、ヨーグルトもありますね。ストロベリー、インスタントヨーグルト、ウスワサ、ドレッシング、ゴーヤ、野菜ですね。味もなさそうだな。ん？これは何？カレーっぽいかな。カレーですね。ヒルトンカレーが有名ですね。スープ。ヒルトンカレーは有名ですね。ソフトクリームと書いてある。ソフトです、これ。コーンはあるのかな。ソフトだけか。こちらは10。いや、パンケーキ。卵。これ。確かにエッグベネディクトはある。エッグ。ビジタブルテクスポールで、うん、よくかき混ぜてお召し上がり。エッグベネディクトをお召し上がりしてくれます。こちらが、うん、おケチャップがもうほぼでかいです。沖縄人ケチャップ好きなんだよね。ウインナーとかね。これは絶対食べた方がいい。エッグベネディクト。エッグはいい。スリランカの。これセロリとかね。トレーはないんで、そのまま。でも、スルーで取るようですけど、これがあるホテルはなかなか沖縄でもないです。ケチャップもないです。それでは、うちも取りましょう。はい、大体の出てくる、ほぼ洋食の1回転目です。オレンジ牛とかエッグベネフェットだそうですけど、ランコさんがなかなかこれ置いてるとこはないです。
ではでは。いただきましょう。めちゃめちゃ。いただきまーす。4月7日何時ですかね。ちょっと携帯どうか。9時35分ですね。9時35分。先ほどまでね、一帯で朝食食べておりました。ヒルトン沖縄瀬底リゾートです。ちょ、あれは瀬底ビーチかな。もう上ではね、こちらはあのプール、プールです、ここ。これ川です、これ。川で池というか、何がいるか知りませんけど、泳いでないので、なんかの池だと思いますけど。プールは結構ね、若い子はさっき泳いでましたけど、昨日も泳いでましたけど、ビキニピチピチで、いや、いいなってね。この、ここ8階なんですけど、この上が、最上階が9階です。これが8階ですね。で、もう一つね、ヒルトンがあるんですけど、そちらは11階もあるようなこと書いてあって、もうなんか詳細はわかりませんが、あっちは高い方らしい。という噂は聞きました。まあ、海とかプールとか入りたいんですが、ここ11時でチェックアウトなんで入れるんですけど、残念ながら、抜歯してませんので、傷口が広がると一見し水がかかるといけないところで入れません。残念です。そこぐらいは浅いね。なんか波が立ってるとこ、あそこまでは多分浅瀬だと思いますが、それより向こうは色が違うので多分深くなってると思います。ところどころに黒いのがあるので、まあ、岩礁というか岩というか、結構多分ナマコとかもいそうな、踏んづける可能性もあるかと思いますが、お、船がだっと、これ多分ね、みんな島だと思うんですけどね、いわゆるクロワッサン島ってやつで、この瀬底島からあそこに海水浴で前回っていうか何年か前に娘と、ね、一緒に行ったんですけども、多分みんな島だと思います。これは何島かね、わかんないですけどね。また後で調べておきますけど、結構ね、1週間ぐらいぼーっと滞在しておきたいよね、ここね。そのくらいいい眺めですね。この格子ごと、こんな感じで。こう残って椅子があるんですけど、マリックスライン、なんだっけ、採石船ですかね、分かりませんけど、なんか昨日ここに来るときに、この海にガット船ですね、いわゆる砂とか砂利ね、 海底から通る船がいっぱい停泊してました。なんか辺野古に持っていく砂だとかなんか言ってましたけどね。今日これから東村向かいたいと思います。東村のひるぎふれあいのなんとかだったかな、以前一度行ったんですけどね、久しぶりに行ってみようかなということで東村向かって、でさらにその道路を今度は北上して、なんかパイナップルの道の駅ができたらしくてね、沖縄の方から聞きまして、新しくできた道の駅があるってことで、結構3、40分くらいかかるらしいんですけど、そこに行ってみたいかなと思います。で、行ったら今度はなんかですね、那覇に向けてゆっくりと行ってみようかと思います。本日は那覇泊まりになります。はい、ということでランコさんはちょっと洗濯物をね、一人行ってますので、おじさんが一人でブツブツ喋っておりますが、
沖縄あと1、2ですね。あと2日あります。滞在ね、明日はゆっくりと。明日はまだホテルが、前回行ったホテルなんで、ビール飲み放題、アルコールラーメン食べ放題ね、アルコール飲み放題で、そういうホテル、中の本当マキシーの駅の近くにあるんでね、これまた楽しみです。はい、いいとこで、チャンネル登録よかったら皆さんしてやってくださいね。沖縄からチャンネル登録よろしくねということでね、しげたびさんがよく喋っております。はい、ではでは皆さん、またチャンネル登録もねしてやってください。